留学生が帰ってくるまで約1ヶ月あります。ということでそこまで飛ばしていこうか。ドラフトのみでペナント生成やっていきます。2人主力が抜けたんですが、まあ大門はそこまで主力じゃないけど、池がねやっぱ守備の要ショートで、打撃もね2割8分10本ぐらい打ってたいい選手なんで、うちで一番打撃がいいぐらいの選手と一番守備がいい選手ぐらいの選手が抜けたんですが、果たして大丈夫なんでしょうか。大丈夫ではないと思うけど、あと7日、1、2、3、4、5、6、なんとか食らいついてね再開争いをしてほしい。再開争い、5位争いをしてほしいですね。ちょっと試合見ようか。全然試合見れてないからな。上山が怪我したけど、なんか2日、なんでこんな調子悪いの全員。島崎行って河村行って野口行くか。セリタはいいね。どうすか、7点台はダメでしょう。あ、草加が調子いい。1点台、2点台、4点台、4点台。中田、157キロ。別府去年良かったのにね。岩村、11点台。誰やる抑え。安永抑え行くか、調子いいんだったら。11.2 だけど、0勝0敗3セーブってことは、ちょっと1回1軍に置いとこうか。だいぶ頑張ってるな。打線どう？ 1 ヶ月経ったけど、2割並ぶ、2割3分か、3割打ってる。2割4分、2割5分、2割8。お、小倉はいいね。小倉ちょっと上位に置いてみるか。2割9分。2番に置いてみるか。2割4分ね。2割、あ、やっぱタイダルだけだって打ってるじゃん。水沢はどうするかな。あんま打ってないんだよな。思い切って相模に変えてみるか。上野ってあの守備うまいやつだろ。磯畑もいる。磯畑、サニーブラウンに勝った男、磯畑。果たしてどんな能力なんだろう。だからもう10年ぐらい経ってるから、どんな能力、元の能力分からんが。試合なんか一軍に上がってきてたよね最近。そういえば、あ、FFSADE なんだ。へえ、すごい、なかなか評価されてるね。足クソ速いじゃん。でミート上がってるけど、足は肩も強いんだ。すごい大型ショート上野。うーん、守備がやっぱ伸びやすいんだな。清見が全く育ってない。31歳。あ、伊藤君だ。中継ぎやってんだ、ルーキーの。もともとなんか中継ぎタイプみたいに言われてたよね。山岡、山本由伸、強、迫田。いやー強いじゃん、うち6回にして快勝。やればできるじゃん君たち。全試合見ようかな。あー怪我しちゃった。藤尾、よしみパワーへ。よしみ上げて、坂口下げる。あー、坂口下げたら山地上げないといけない。坂口は、怪我か。つらいな、ショートがいないからな。よしみ入れるでしょ。そばめんとこ入れて、こうするか。頼むよ。とりあえず6番で様子見よう。で、対左地は笹本じゃなくて工藤。工藤の方が打ってんだよな。で、水沢使うか。で、小倉はどうするか。小倉に変えて、横手でも使うか。まあ、ずっと小倉使ってもいいんだけどな。いろんな選手を試してみたい。
もしかしたら今年めっちゃ活躍する選手っていうのが出てくるかもしれないしね。やってみなきゃ分かんないとこがあるからな、結構。意外となんでこんな打つんみたいなやつもいるしね、この能力で。それが小倉なんだよな。小倉が結構打つんだよな。三浦がノリノリ。いいね。誰が能力限界突破？吉見が。いいね。FA して限界突破もしてくれた。お、ちょっとうち勝ち上がってきたんじゃない？そしてここで坂口も帰ってくると。なんで曽我部、なんで曽我部が2軍に落とされてるんだろう。まあいいや。山地から坂口で行こうか。坂口がそこそこ打ってんだよな。2割9分3厘。工藤がめっちゃ打ってる。園本が打ってないと。お、3割4分。2割2分クリーンか。ちょっと落ちてきた。 DH 工藤使うか。水沢使って三浦を DH にして三浦の疲労を回復させる。で、対左陣は末永が強いのか。で、工藤でしょ。ショートも対左陣変えようか。ちょっと疲労が溜まっちゃうから対左じゃ変えていこう。ここ三浦でしょ。ここも三浦と。で、末永。この三浦がね、調子いい時にできたら勝っときたい。三浦がノリノリ時に勝ち星を重ねていきたい。やっぱホームランバッターがね、調子いいとチームが勝てる可能性が高くなる。お、いいね、やっぱいいね、いいね。交流戦優勝できるんじゃない？交流戦めちゃくちゃ強い。交流戦口めちゃくちゃ強いじゃん。ああ、三浦のノリノリが終わっちゃった。交流戦何になったんだろう。5位、交流戦勝率6割よ。村西がダメだから、あ、藤岡、そうだ、藤岡帰ってきたんだ。先発がダメだな。中継ぎ陣はどうですか。中継ぎ陣は優秀と。もう全員勝利投手でいい。ビハインド、ビハインド、リード G、ビハインド、リード G、ビハインド、ビハインド、リード G。もう総力上がってる、D まで。そんなやついる？プロ入って総力上がるやつって。工藤がめちゃめちゃ打ってんだよな。こんだけ工藤打ってんならちょっとだけレギュラーで使ってみてもいいね。熊沢も打ってる。これ対左だけ出てるから打ってる可能性あるんで、ここから下がる可能性もある。でも意外と下がらない可能性もあるんだよな。でも勝ってんだよな。直井の代わりに押尾が何になった。今のところ5位。ちょっと連敗が続いてきてますね。お、いやー、ちょっと日本ハム相手には勝とう。3連勝。よーし、これはでかい。
一気にゲーム差3つぐらい上げたからな。だが迫られてます。3連勝して3連敗と。3連敗。日本ハムとの直接対決は勝ったみたいよな。うわ、三浦の1ヶ月。ああ、終わった終わった終わったわ終わったわ。あ、終わります。このレギュラー陣の怪我を。シーズン終了まで行きました。38ゲーム差の最下位。結局やっぱり最下位争いを、5位争いをしてたんだけど、4.5 ゲーム差か。でもだいぶ接戦じゃない。でうちは変わってないんだよな、勝率ちょっとだけ上がってる。日本ハムが弱くなっただけか。なんだ、強くなったと期待した。でも逆にショート打線の要兼守備の要のショートの5年ぐらいずっとゴールデングラブ取ってる声優劇手が抜けて勝率がちょっと上がってるってことは、全体的に底上げされてるってわけなんだよ。だから実質上がってるみたいな。真っ赤か。おお、得点も日本ハムよりは多い。でもまだまだだな。あと40点ぐらいあるんだよな、その上には。676点ってなんでそれ。未だに得失点差はマイナスで、うちの選手の成績見ると規定はまだゼロ。野口、藤尾意外と4点台か。日吉よかったね、1点台。安永もね、抑えで頑張りました、 2.35。 ただあと2年で FA です。打って青ペース8超え、3割0分目に19本。野沢も3割超えて7超えてきた。結構いるじゃん、で OPS7 超えが。吉見もそこそこ頑張って、小倉吉見がそこそこ打ってるからね。このパワー系2人、こいつら覚醒したらな。工藤2割6分6に打ちました、だいぶ優秀。本当に同じぐらいだな、平王って感じです、笹本と。1年間やっぱりこいつがずっとレギュラーでやってるからダメだったのかな。こう併用すれば活躍できるのかもしれない、工藤君は。やっぱキャッチャーを1人に任せるのは、そういう時代は終わったってことかな。野沢ゴールデングラブ、新人王坂口、ずっとショートでレギュラー出たもんな。なぜなら人がいないから。あー、誰だ。あ、水沢は全然いい。岩村もまあまあまあ、まあ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 いいでしょう。金はちょっと増えていると。アベレージヒッター降格だ。ほう、これは中地でしょ。中地に強いんだよな、コーチ。AB で11威圧感、伸びアップ乱調消し、伸びアップ玉持ち。徳永コーチ行くか。FA 取ってるけど三浦は FA しなかった、ありがたい。中原もね、 FA 持ってるんだけど、でも2割8分7本でファーストでレギュラー取れるチームうちぐらいしかないからな。あと1年。まあ別に金今困ってるわけじゃないしね、まあ、余ってるわけじゃないけども、 FA されることを考えたらもう希望通り払うのが一番なのかな。もう坂口意外と悪くないじゃん。ECDDD 2割6分8人5本。これはまあ新人王あり得るでしょう。レベルの高い新人王争いがなければ。パワープロで1年目から活躍する人ってあんまいないからな。縄、万世か。じゃあ残しでいい。直井はちょっと厳しいな。でも大体 B 持ってる。川村とかも35なら玉持ち誰かに教えれるんじゃない。でもこういうオールドルーキーを取るとこういう利点もあるんでね。守備コーチを留学させる。ムードもある。
年俸は上がっちゃうけども、もう谷繁しかいないからね、キャッチャー持ってるやつ。何？あ、ドラフトか。大学ナンバーワンキャッチャー、九州の街道。とりあえずズバ抜けて強い選手を取ると。うちの方針は毎年それです。ポジションだから関係ない。その年に一番いい選手を取る。日本ハムと同じ感じかな、ドラフト戦略としては。おお、強っ。ファースト取りたいな、清田。だからドラ1ではないんだよな。うちの補強ポジションではあるからドラ2で取りたいな。ってなるとドラ1投手取るか。ドラ2で足取るし。小口は微妙なんだよな。かといって誰ピッチャー取るかって言われたらもう難しい。増田。堀池かな。おお、すごい。4球団競合ってなると、やっぱいい選手なんだろうね。これ当たるんだろう。俺当たる気がする。にゃー、外れるか。3を当てたから当てれるかなと思ったけど、3分の1を引いたからね、当てれるかと思いましたが当てれませんでしたと。増田取ろうかな。気を取るか。ドラ1で、それならまっすぐの方がいいか。中継ぎだけどいい選手。あ、でも清田の名前が嫌なんだよな。まあいいや。不倫した子供、不倫した相手に子供ができて、なんだっけ、下ろしてくれって言ったのかな。で、 LINE ブロックかなんかされて連絡取る手段がないからパズドラで謝罪文を送って晒された男清田。そしてコロナ禍の中、チームのルールを破って、女を自分のホテル、女と同じホテルに泊まって不倫をしていたことで有名な清田。風間も悪くない。風間も悪くないね。139。よくドラフト候補になったら139で、アンダースローなのかなと思ったけど、誰だっけ俺が言ったの。風間、キャッチャーも取っときたいな、そろそろ。犬伏、昔犬伏っていたよな、西武に。オール F かなんかの取っとこう。ほぼオール F じゃなかった、犬伏って。増田、清田、風間、犬伏獲得。犬伏。ドラフト1位、増田。背番号61は。もううちいい番号ないのかな。対ピンチ F か。打てれずさ B で買いまたぎできますと。清田、ドラフト2位。ローボールヒッター、メガ点。風間、ドラフト3位。高校卒。おー、粘り打ち、ローボールヒッター、ヒット3にもいいね。しかも対左 C。融合じゃないか、将来。そして、犬伏。流し打ち。まあ、とりあえず2軍につけといて。キャッチャーでも鍛えてもらえますか。和田、3割0分3厘6本41打点0盗塁。なんでこれ盗塁0になるんだろうね。メジャー行ったら全員、メジャー行ったらもう誰も走らなくなる。和田とかだって盗塁してなんぼの選手なのに。バグなんだろうかな、これは。マルティネス何歳、 35.1、 えぐいな。メジャー、あ、阪神優しいね。5億5000万高いな。うちも誰かメジャー行ってくんねえかな、 FA じゃなくて。メジャー行くならやっぱりズバ抜けた成績残さないといけないもんね。谷
平良 0.91、 250セーブしてる。まだ32歳、すごい記録塗り替えそうじゃない、ずっと日本にいるなら。水沢声かかります。あ、ちゃんと全員声かかんだな。2割6分5厘0本31打点54盗塁。水沢 DeNA 大して金もらえないからな。3000万よ、3360万よ。千賀がクビになってる。あ、大谷をクビになってソフトバンク。千賀は引退か。大した金にもなんねえからな。留学3億で留学するのちょっともったいないよな。意外と留学って能力上がんないからな。3億使って留学するんだったらその分機材買った方がいい気がする。コントロール、球速、変化球、ミート、パワーで、ここでちょっとこうしてこうするか。思い切ってミートと変化球を上げましょう。じゃあキャンプ、よし。おー、やっぱり機材レベル3にすると変化球を覚えれるやつが増えたんで、いろいろ変化球を覚えてもらっております。その分すぐ機材が壊れそう。藤尾くんが全然覚えてくんないんだよな。まあしょうがない、でも彼は1軍なんで。で、長島2軍に置いて変化球覚えるか。男性でしょ、まだまだ可能性あるから。2軍で変化球覚えるもん。森巻も2軍で変化球覚えたら化ける可能性がある。森脇どこ行った？森脇、ああ、いた、森脇。森脇チェンジアップ、進化。いたあたに、この辺がもうみんな。赤だ。大滝、別府。別府覚えたのか。長島、大滝。長島、大滝、森脇。赤田、赤田板谷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 。この辺は2軍でじゃあ変化球、変化球を練習してくださいと。塩原、安永、去年抑えよかったなし、安永で行こうぜ、せっかくだし。稲伏2軍で、イフロハシ1軍上げるでしょ。で、風間下がる、野沢上げの、大村下がる、清田下げの、下がるか。工藤がファーストダイブできるようになってきた。古橋は総力、ショート F まで上がったな。野沢もショートがちょっとできるようになりましたと。ショート E までできる。 E までできたら十分守れることできるけどね。1番よしみ、すごい攻撃的なオーダー組んでますね。1番野沢、2番に誰置くか。2番に古橋、3番よしみ、4番三浦、5番小倉、6番中原、7番工藤、8番坂口、8番熊沢か、8番横手いこうか。エラー持ち、まあいっか。で9番坂口で。
野沢、古橋、2番に古橋、3番吉見、4番三浦、5番小倉、6番中原みたいな形でいこうかな。とりあえずこれでいいや。どっちみち仮オーダーなんで。栗原 DH なんだ。キャッチャーで出してほしいんだよな。でも打てるキャッチャーだから価値があるんだよ。まあ、栗原今、ソフトバンクで普通に打ってるけどね。サードやんねえのかな。松田が復活したから、もうちょっと後になるのかな。でも来年ぐらいサードやってほしいよね。栗原。中村翔成もね、サードやるって言ってるから、やってほしいね、広島の。キャッチャーだとやっぱり、相沢もまだいるしね、坂倉、大門、水沢の1、2番。大門、水沢の1、2番、そして佐藤と牧もいます。すごいな DeNA は。相沢とあれか、坂倉だっけ板倉だっけもういるしね。若いキャッチャーが結構いるんで。あと磯村もいるもんね。あと石原だっけ、大卒の。ってなったらやっぱり中村翔成はサードになるんじゃないかな。ということで終わりましょうか。